困ってる困ってる皆さん出てないんやな。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、トニーとジャイのトニーです。今回もですね、モッドを活用して様々な検証をするんですけども、これまで試してそうで試してなかったことをね、今回やっていこうかなと、はい、思います。でまずはじめはこちら、このテレビの中に入ろうかなと。いや入るんですけど、ストーリー上。ただこのシンマンが出てくるじゃない、出てきた時に入れるかどうか。でこっちにこう逃げるじゃん、ここにこう行くじゃん、この時、そうこの瞬間、シンマンがこう来てる時にこっちのこのテレビの中入ってやろうと。はい、そういうことですね。これ試しなかったな。いくぞ、いっせーので、はい、こうだ。はい、はい、あ入れない入れなかった。じゃあ次、でも来てます、来てます、来てます。痛いな、ちょっとこう来るじゃん、こう来るじゃん。そしてな、今だ、この状態だ。ちょっと見にくいかもしれないですけど、モノ君ここ隠れてますね。シックスここにいますね。そう、この時私ここにな、ちょっと出てやろうかなと。ここにこうテレポートだ、ここに。はい来れましたねあーどうなることやらこれ。はい、ベッドから脱出しましたね。ここサムネにしますか、ここね、ここ、これサムネにしましょう、サムネあら、あーこれはシックスだね。モノにはもう興味ないんかな。なになになに、シックスあれあれシックスさっきすごい動きしてなかった。はい、じゃあ次はここですね。なんかちょっと画面おかしいことになってますけど、奥のおばあちゃんを感電させるんですね。でそのためにはここのテレビ消す必要があるんですよね。このテレビ消すだけ消して、このおばちゃん倒さなかったらどうなるのか、ちょっと放置ですね、放置してみましょうか。おぞましいな。はい、じゃあ消しますよ、いっせーので、あ間違ったボタンいっせーので、はい、はい、消えましたね。でですね、こうやって、あ消えましたわみたいな感じになってますね。どうしたのかしらみたいな雰囲気ですね。でモノ君はここにいたら倒されるから、こっちに避難だ。モノ君はこっちに避難していきます。はい、こんな感じですね。こっち側に避難してきたら、おばちゃんどうするのか、テレビ消えてるからな、何するのかな、おばちゃん。じゃあ見ていきましょうか。はい、困ってる困ってる困ってるあそこでずっと立つのそれはやることなくなったわな、テレビないからな。このままちょっと進んでみるか。じゃあこの状態でだな、こっち側に行こう、行くとそーっと、いやーいるいますね。どうしよう、バレそうになったら逃げようか。おこの中入ったら襲われるかな。じゃあ次はな、ここ行くじゃん、ここスーンって行くじゃん。でこのままシューンって行って、こっからビューンって行って、こう今度はね、ここビューンって越えて、ビューンってまっすぐ行って、こうこう、ここのテレビに入るってわけよ。このテレビに入る手前でワープだ、こっちに。じゃあどうなってんのかやな。はい来ました。でちょっと待てよ、この状態で上戻ってみるか、それとも、このワンサが出てきてる時に、こっちは、この部屋に逃げてみる。よし、さあ私こっちに逃げたからな、ほら。さあみんなどうするえ固まってる固まってんじゃん、固まってますね。あ後ろこんな感じになってんのあ、諦めた諦めたモノ今ここやからな、それは無理やわな、これはな迷ってる迷ってますね。私降りてみるか。はいあら止まって、あー来た。これ今バレてないよね、あのおっちゃん邪魔やな
あのおっちゃんとても邪魔。座れた座れた。初めの予定通り思いっきり逃げましょうか。さあさあさあ来ますよ、みんな来ますよ。さあ来るぞ。あー、くる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 、ここだよし、ここだ。ここで後ろに逃げる。このままな、このおばちゃんたちを放置したことないからな。はい、おばちゃんたちいっぱい来てますよ今。じゃあここに一旦テレポートだ。よし、逃げてきたぞ。何これ、なんか変な、え、これ何が伸びてる、え、これ何が伸びてんの、なんか伸びてるなんか物からなんか伸びてるどうなってる、あ、みんな消えたテレポートしてきたらみんな消えちゃったな。あ、誰もやっぱりいないな。あ、ほんと、あれ、元に戻ってるあれ、また復活すんの、あなた方。この状態で一回行ってみるか。全部がこの破壊された状態でこっちなんかリスポーンしてるっぽいから、もう一回やってみようか。なんかおかしなことになりまくってんな。消します。はい、消しましたよ。でもそっち扉開いてるからね、扉開いてますからね。そこ扉開いてましたよ今あれ、見失ってる見失ってる、あれ来ないんですけど。おちゃん消えたあれ、おちゃん消えましたねどういう状態っすかこれ皆さん出てないんやな。何、あなたもどうしたの。おいおい固まんな。おいおーい、まあ、ということで今回はまあいろいろちょっと見てきましたけど、こんな感じですね。はい、今回はこの辺で終わりましょう。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら高評価ボタンの方とチャンネル登録の方をしていただけると励みになります。それではトニーでした。またねー。